皆さんこんにちは、 DOT 劇団へようこそ。どうもドットです。今日はこちらです。はい、こちらでございます。ほらできた、リンゴ飴ソフトキャンディーでございます。はい、こちらは100均で買ってまいりました。ということで、まずはこちらを開けていきたいと思います。さあ、美味しいリンゴ飴を作るぞ。はい、ということで開けてまいりました。で、最初はですね、こんな感じでリンゴ味ソフトキャンディーと爪楊枝とカラフルトッピングとみずあめが出てきます。そして次は早速りんごあめを作っていきたいと思います。さあ頑張るぞ。はい、ということで作ってまいりました。で、できたりんごあめはこのような感じになっておりますね。では早速食べていきたいと思います。いただきます。お、これは最高だぞ。で、どんな味かと言いますと、まあ、食感は違うんですけど、まあ、普通にリンゴ飴の味が再現されていますね。いやー、こちらはね、あのお祭りで大人気のリンゴ飴が簡単に作れるようになったという、もう超クオリティの高いお菓子ですね。いやー、最高ですよ。これでいつでもお祭り気分が楽しめますからね。はい、ということで今回はこちらのほらできたリンゴ飴ソフトキャンディーを紹介しました。で、感想はですね、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、普通のリンゴ飴みたいにサクサクっていう食感はしなかったんですけど、まあ、ソフトキャンディーで味をしっかりと再現した上に超簡単に作れるという新感覚のお菓子が手に入ったということで本当に良かったです。で、皆さんもこちら100均のお菓子コーナーに置いてあるので、ぜひ気になった方は買ってみてください。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。